日本鹿児島県鹿児島市中町中町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下町中町。郵便番号は892-0827。人口は126人、世帯数は83世帯。1965年より、中町の全域で、住居表示を実施している。島津市77万国の鹿児島城下に形成された。 商業地であり、鹿児島市の繁華街である天文館の一部を構成している。鹿児島市の中部、城山のふもとに位置する。町域の北方には、山下町、南方には、五福町、西方には、東仙国町、東方には、近星町、南東には、大国町にそれぞれ隣接している。町域内の商店街通りはアーケードによって覆われている。 アーケードは1990年に国道225号の歩道上に設置されたほか2008年には中町交差点の上空に国内初となる一般国道上にかかるアーケードである中町ジョイントアーケードが設置された江戸時代には薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下町のうちであった町屋敷群の西端に位置しており町の北部には 大鈴木屋があったとされる。現長年9月に、鹿児島魚市場が設立され、24軒の店舗が置かれた。大鈴木屋の北部は、聖徳3年に発生した火災の後、広場となり、教会には、松並木が設けられたゆう。明治時代前期の中町は、平民が多く住んでおり、町人街であった。また、 鹿児島市市第一館によると、中町には、料理屋や芸儀営業、料理師だし、ニ入リ屋などがあり、観楽街であったといえ、また、商業個数も多く金生マッチ、五福町と並んで、鹿児島市の商店街を形成していたと判断が、できると記されている。1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に、官報に掲載された、 市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い、鹿児島郡50町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの中町は、鹿児島市の町名、中町となった。 明治時代には、中町の商店街は、2009輪と称され、賑わいを呈していた。1894年1月24日に、金星町から出火し、中町や、東仙国馬場町、山下町、山の口馬場町、五福町の555軒が全焼する火災が、発生した。1898年に春閣堀の埋め立てが、 行われ、中町の区域では112平方メートルが埋め立てられた。鹿児島市市第2巻によると1924年頃の調査では、中町には130件余りの商店があったと記録されており、町内個数に対して商店が多いことから商業区域であったと記している。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、 鹿児島市は、鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1965年7月20日に、中央地域の住居表示が実施され、中町の全域で住居表示が実施された。以下の人口は、角川日本地名大辞典記載の人口である。沖谷交番私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域の南部を城山町から、 枕崎市に至る国道225号が通っており、北端にあたる山下町との境界上を、山下町から西の表市、奄美市を経て沖縄県那覇市に至る国道58号が東西に通っている。また、町域の南端にあたる五福町との境界上を、鹿児島市電第一期線が通っているが、電停は設置されていない。 長域の南端に位置する、伊豆路中央交差点から、鹿児島中央駅までの区間は1954年に、県道西鹿児島停車場線として、県道の路線に認定され、2004年に駅名が、西鹿児島駅から、鹿児島中央駅に改称されたのに伴い、県道の路線名を、鹿児島県道21号、鹿児島中央停車場線に名称を変更した。ありがとうございます。